バーミンガム市公共楽団は、イギリスのバーミンガムを拠点とするオーケストラ。1920年に、バーミンガム市管弦楽団として、発足、同年9月に行われた、最初の演奏会は、エドワード・エルガーを指揮者に迎えて行われ、オーケストラ設立を強力に後押しした、グラン・ビル・バントックの演奏会助曲、サウルがプログラムに取り上げられた。1948年に、 現在の楽団名に解消された。早くから録音活動や定期的な演奏活動を続けてきたにもかかわらず、国際的な名声が得られるようになったのは、1980年にサイモン・ラトルが就任してからだった。それからの演奏水準やレパートリーの拡張は、著しく、ラトルの下でヨーロッパ随一の合奏能力が歌われるようになり、 とりわけロマン派音楽や現代音楽の解釈で有名になった。また、ハイドンの公共曲の録音などでは、早くもピリオド奏法を取り入れた演奏を示している。ラトルの人気中に、本拠地を従来のバーミンガムタウンホールからバーミンガム市国際コンベンションセンター内部のシンフォニーホールに移した。1990年に提携作曲家制度が創設され、 マーク・アンソニー・タネジがその地位に就いた。1995年からは、ジュディス・ウィアがその任に当たる。サイモン・ラトルの後は、フィンランドの指揮者サカリ・オラモが2008年より、アンドリス・スネルソンスが音楽監督を務めた。2023年4月より、山田和樹が主席指揮者に就任する予定である。自国の作曲家、マルコム・アーノルドの公共曲や、 助曲、ピーター・ルー・オーパス、97等の還元楽曲の録音などが知られる。ありがとうございます。